なんか外資ホールで立つのがすごい久しぶり、まあ1年ぶりとかで、それもね先輩の卒業コンサートだったので、長っ前髪だったので、そうだったのでそう、でも今日はもうとにかくもう昨日ももう本当になんかもういろんな、もうね2日間でなんか1ヶ月ぐらいの感情を手に入れたわけなんですよ。だからもう何から話していいかわからないくらい、まあでもこの日のために、この2日間のために本当にみんなでね頑張ってきたし、まあなんていうの、ところどころでなんていうの、まあここもうちょっとできたなっていうところもあったかもしれないけど、私的には本当にもうすごくいいコンサートができたんじゃないかなって思うし、先輩のコンサートも寂しいけど見送れたんじゃないかなって思いますね。でもやはり寂しいです、昨日、まあ、やっぱ終わってから。でも3つ違うセットリストで、もうまあそれは当たり前大変だったのでもうどこから出るかとかそういうのもねすごい覚えちゃんと頭に入れなきゃっていうので、すごい大変だったこともあったけど、大変よりももう楽しいっていう感情の方が勝ったし、なんかみんながねもう本当にたくさんの人が集まってくれたから恩返ししようっていう気持ちで2日目はやってました。1日目はもうファンの方と一緒に見送ろうっていう気持ちで、みんながこう来てくれたのが本当に嬉しかったです。もう本当に奥の方までファンの方がいて、なんかやっぱ顔をちゃんとこう見て、なんだろう、挨拶するの、挨拶っていうかなんていうの、なんかするのってすごいいいことだなって思ったし、ファンの方もすごい楽しそうで、今日ね、今日の公演なんですけど、私の母と祖母が来てたんですね。そうで本当に楽しそうにしててそう、1日目は友達が来てたんですよ。友達が普通に客席でお母さんと来てくれて、でもうね嬉しかったです。そういうのもあったし、母親に今日終わった後聞いてどうだったって聞いたら、すっごい楽しかったって言ってくれて、なんかめっちゃ良かったって言ってくれて、なんかそれでもすごい嬉しかったし、そうなんかそう友達がねめっちゃ来てくれて、そう友達とかなんか知り合いがすごい来てくれて、そう昨日はゆりちゃんも来てくれました。来てくれたっていうか、須田さんのためにいらっしゃってて、そうゆりやさんが、木崎ゆりやさんが来てくれたんですけど、私本当に当日知らなくてでもなんかマイク表みたいなのにこっそり木崎ゆりやって書いてるのを見てしまい、もしやと思ったけど、でもステージ出てきた時にびっくりしました。おゆりちゃんだと思いながら、で後でね挨拶、あちゃんとツーショットも撮りましたよそうでもあの時ね、私喋ろうと思ったんだけど、なんかマイクが入ってなくて、なんか多分タイミングとかで調節してるのでマイクの、それでね喋れなかったんですけど、でもすごい須田さんね大事なシーンだったし、二人のもうすごいシーンだったら邪魔しないようにこうやってもう優しい顔で、もうなんかもうねその時は本当に私
こうなんだろう、抑えてたんですよ。泣きそうだわ今も。なんか津田さんのコンサートはなんかなんだろう、やっぱ津田さんとの思い出とかをすごい思い出してしまって、なんか奈緒さんのコンサートはすごい奈緒さんがやりたいことをたくさんやってて、それに私たちも入れさせてもらって一緒に楽しむ、楽しんで時にはね寂しい感じもありつつ、なんかでも奈緒さんらしい特別ななんか雰囲気のコンサートだったんですけど、なんか須田さんの方はもうなんかなんだろう、あのもう私初っ端からもうなんか裏で本当にもうやばいやばい、今日はもう出れないんじゃないかってくらい本当にやばかったんです。なんか本当にあのもう出れないですって言おうと思った、それは嘘なんだけど。でもあの本当にもうなんか最初の映像とかなんかその奇跡映像とか、奇跡映像は本当にもうあのダメです、ああいう映像は。やっぱでもね津田さんらしい、どちらも奈緒さんらしい、津田さんらしいコンサート、やばいです、充電が 20% になっちゃった。表記がそう、なんか全部に多分私が客席で見せたらずっと号泣してるんだろうなっていう感じで、でも私もやるべきことがあるからそれもちゃんと考えつつ、でもねその日初めてあの須田さんを見たのがドレスを着た須田さんだったんですよ、卒業。でももうそれを見ながら、前しか向かねえのリハだったかな、そうもうダメですああいうのはね。そうでも本当にあの須田さんが綺麗で、奈緒さんが綺麗で、なんか卒業ってすごい寂しいけどすごいいいものだなって思いました。またね、あのゆっくりまとめてゆっくり書くので、もうやツイッターとかまた書きます。あとは今日ですね、今日は強き者よから始まるライブですね、はい。でも私本当にファンの方、今回のライブはファンの方との距離感が本当に近かったなって感じるし、もうスタンドの奥の方までちゃんと見えてましたよ。あのあの人ペンライト変えたとかも分かったし、あのなんだろう、うちわとかもすごい多くて、なんかあとね女性枠とかもあったり、そのなんていうの、近くで見れる枠みたいな、なんだっけアリーナで見届けよう枠みたいなのもあったじゃないですか。だしムービングステージもあったり、トロッコもあったり、外周もあったり、もういろいろ本当にあのいろんなとこにファンの方に会いに行って感謝を伝えられたんじゃないかなって思って、そうムービングステージの高さ怖くなかった。今日は私ムービングステージ一回も乗ってないの、乗ったけど動いてない状態なので今日は全然怖くなかったんだけど、昨日のなんてボヘミアンみたいなの時はもう怖すぎて超怖かったし、全然乗り物とか乗れる高所恐怖症ではないと信じてるんですけど自分で、でも怖かったです。やばい前髪が。そうトロッコは今日は2回乗りました。しかも同じ方を乗ったので、そう反対側もね本当は行けたらよかったんだけど、またそれは次回。トロッコに乗るのがすごい夢だったっていうのを
初めてトロッコ乗った時に言ったんですよ。っていうかその前にトロッコに乗るのが夢っていうのをなんか1年間の目標とかに掲げてたんですよね。そうなのに今回こうやって乗れたっていうのもすごい嬉しかったし、ムービングステージも私初めてで、あんな動くステージ最初は緊張したんですけど、なんか緊張したっていうか、なんかどんな感じなんだろうと思ったけど、すごい楽しかったです。不思議な感覚でした。ゆりやさんと話しましたよ。終わった後ゆりちゃんがいて、ゆりちゃんってなんかあって、そしたらめっちゃ泣いてたねって言われていやそうなんですよ、でもどうすればいいか分かんなくてって言ってそうゆりやさんが15歳の時にガイシホール立ったコンサートももちろん私見てたので、見てたっていうかDVD で見たことがあったので、なんかエモいなって勝手に感じてました。てか見られてたのがびっくりで、本当にトロッコに乗るのが夢も今になっては懐かしいですね。いやでも本当になんかこうやって外資ホールでコンサートできたのも、今日こうやってファンの方がたくさんのね方が来てくれたのも本当に当たり前じゃないことで、2日間ね外資ホールでライブさせてもらえるなんて本当になんか恵まれてるなって思いながら、思えたらいけないなって思いながら、なんかでもみんなの顔を見ながらスケーていいなって思いました。なんかでも最近はこうメンバーとの距離感も縮まったんですよ。縮まったっていうなんていう心の距離感じゃなくて、まあ心もそうなんですけど、もう体感的になんていうの、コロナがちょっとずつコロナの影響が薄くなってきて、まあ、まだあるんですけどね。でなんかメンバーとの距離感も近づけるようになったりとか、そう。でも今日個人的に嬉しかったのはバンザヴィーナスの衣装を着れたこと。そうなんかなんかね、バンザヴィーナスの衣装私昔からすっごい着てみたかったんですけど、多分1回ぐらい着たことあるのかな、だけどファンの方の前で着たのは初めてだったし新鮮で、そうバンザイビーナス、あれジュリナさんの衣装で、私今日ジュリナさんっぽいだったんですよ実は。そう言いたかったんだけど、そうなんか構成とかが全然変わっちゃって、そうでもジュリナさんっぽいだからジュリナさんの衣装って手込んでもらってジュリナさんの衣装を着させてもらいました。そうそう嬉しかったです。個人的になんかそうやってなんかなんだろう、衣装とかもこだわってメイクさん衣装さんが決めてくれたり、ポジションとかなんかこの子はこの曲で選抜入りしたからとか、この曲が思い出だと思うから、ファンの方も思い出だと思うからって多分考えてそのメンバーとかも決めてたと思うし、なんだろう、まあ、ちょっとなんていうの大変ではあったけど、なんかファンの方のためにすごいみんなが喜んでくれるならへっちゃらだって思いながらやりました。そうカンガルーはすみれさんの衣装でしたよ皆さん。あとね私が選抜入りさせてもらったフラストレーションとか、あと頃の君を見つけたとかもね折り面でやらせてもらってるので、それも出れたりとか、キサって左利きはなんかメンツが若くてそうなんかキス利き面みたいなのがちょっと毎回あるんですけど、ちょっと入らせてもらってて毎回そうキス利き今回もね踊らせてもらって嬉しいです。
おーちゃんと私は絶対入ってるんですよね、いつも。そう、嬉しいです。あとは金の愛銀の愛とかも本当に久しぶりに踊りました。あのびっくりでした。あ、そう、ポジションの話になるとすごい、あの須田さんの方も話したいことがすごいあって、あの須田さんのライブの3曲目にシアターの女神って曲があったんですけど、須田さんがね、歌いりをね、歌いりというかパートを選んで私に当て込んでくれたんです。高柳さんポジ、中井さんポジを、君の夢ばかり見てたってとこがあるんですけど、そこを浴衣に歌ってほしいって言われて、リハ中にもうなんかその時に隣に須田さんがいたんですけど、なんかもう泣きそうでなんかそうやって、なんか奈緒さんの時もあのチャイムアラブソングで本当あれダブルセンター、まあ奈緒さんはトルコ乗ってたんですけど、ダブルセンターでやらせてもらって、なんかそういうのもきっと意味があったんだなって思うし、なんかね、なんていうの、ファンの方も見てて思い出深くなれるし、メンバーもなんか気持ちを作ってライブができたので、2日間本当になんかずっと感情があって、なんかすごい充実してた、一瞬一瞬がすごい充実してた2日間でした。うん。思い出すとすごい泣きそうなので、卒業コンサートの方はまた落ち着いたら話すし、またね、まだ須田さんはそう、須田さんはそうね、今日ね、今日じゃない、なんかこの間ドンキ行って、あのすごい話変わるんですけど、あのヒロアカのなんかなんだっけな、ドンキのなんか特別グッズみたいなのが最近発売されたんで、9月10日ぐらいかされて買ってきました。でね、今日外資終わったら開けようと思ってそう、外資終わったら開けようと思って、ランダムのなんか携帯につけるなんかあるじゃないですか、めっちゃ話変わってごめん携帯につけるなんかバンドみたいな、バンドじゃない、なんていうの、引っ掛けるやつ、わかります、なんていうんだっけこれ、グリップみたいなやつ、そう、それが、そう、それがあの1個買ってたんですよ、ランダムのやつ、そう、あ、スマホリング、それそれそれ、スマホリングです。で、とどろきくんが出てほしかったので、もうずっと願ってて、で、今日さっき開けたんですよ、そしたらとどろきくんでしたっていう今ね、携帯につけたからもうなんか今触ってて、あ、そういえばこれ話そうと思って4種類のうちとどろきくんが出ました。今日頑張ってよかったって思ってそう、ライブが終わったらね、開けようと思ってたんですけど、みんなも今日あれですか、ランダムのグッズ買ってくれましたか、皆さん。ランダムじゃなくても T シャツ、ペンライトに入れるやつとか、あとあれなんか缶バッチとか、写真コンプしました。お、チャイナのやつですか。まだね、写真あるんですよ、実は。あるけどまだ載ってない。あかりのサイン当たったよって人いる、すごくない、いいなぁいいですね、おめでとうございます。昨日かな、いろいろ売り切れてました。そうなんだ、あら、推しステッカー買った、ありがとうございます。そう、タイナ、みんなまた、実はあの時ちょっと赤っぽい髪色だったんですよ、だから赤にしたんです、珍しく。おはめで送りますね、じゃあ。あと、思い出したら送る。
皆さんちょっと忘れないように、あの何かあのツイッターとかに書いて、あのリプライしといてください。チャイナチャイナってチャイナ服送って。やばい、足がこきってなった。だんだんすごいね。時間もわかんなく、でも私なんかね最近すっごい大人っぽくなったねって言われることが多くて、そうすごい大人。え、もうモバイルメールが送れないんですけど、あれ明日送ります。明日送るので、あの皆さんお願いします。そう大人なの、大人なんです。12周年見た後だったので、あ12周年見た後に。でも初めてやった曲も多かったし、今回すごい、あのでもね多分茶色髪の毛をねこう染めてからすっごくこういうの寄るんです。髪の毛を茶色に染めてから、あの結構初めてのライブだったのかな。あみんな亀子席撮ってくれてましたね。すごいあの新鮮で、やっぱりなんか踊ってる最中にこうカシャカシャって聞こえるのが新鮮で、そうみんながなんかいい写真を撮ってくれるてるかなって思いながら踊ってました。嬉しかったです。またツイッターとか、あの、まあ、独り占めしたかったらなんかインスタのダイレクトメッセージとかにも送っていてください。すごいみんなのねあの腕がすごい、うん、良くて、あの嬉しいです。がっちり止めました、よかった。すごいいいこと書いてる。亀戸籍じゃないから自分の目で目のシャッターで記憶に保存した。いいこと書いてますね。急に亀戸タイムスタートで画像で出てくるのが面白い。え、出てたんですね。そうなんか今日はメンバーあんま言ってないなと思ってたら画面に出てきたんだ。みんなあの必死に見るので送ってください。今日はちょっとね、まあ、見て分かる通りあのこうね眠たいんです。そう 10% になっちゃった。ちょっと充電さしながらやりたいところだが、そうするといけるか。だからね、みんなもね私たちと同じぐらいきっと疲れてるはずだから、またねたくさん寝てください。またあのライブとかで会えるの楽しみにしてるし、2日後あの劇場公演なので皆さん、また会いましょう。みんなこんなね疲れてる時に見てくれてありがとうございました。新幹線が疲れた、わーお疲れ様です。今3周の新幹線で見せます。わーそっか、みんなさこの後さ自分の足でさ帰ってさ、本当に大変だ。またあのこうやってね来年もね15周年一緒にお祝いできたらいいなって思うので、これからもずっと応援しててください。では終わります。バイバーイ。バイバーイ。おやすみなさい。こんなあのゲリラライブだったら見てくれてありがとうございました。みんなゆっくり休んでください。また会いましょう。バイバーイ。